カラーデザイン、メンズ部門優勝、清水真希殿、おめでとうございます。清水まさきさんですね、おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、お話伺いましょう。まずは今の率直な感想からお願いします。いや、びっくりしてます。まさか自分がという感じですか。こちらがその作品なんですけれども、テーマは何かありますか。飛べそうな飛べそうな感じ。一番苦労した部分ってどういったところです。色ですか。色、前の色の部分。こういう風に作ろうっていう決めたのは大体こう何ヶ月前ぐらいから頭の中で考えてたしたんです。昨日の夜です。昨日の夜について。それで出来栄え、今日何点。これは60。自分に厳しいんですね。おめでとうございます。大きな拍手をお送りくださいませ。おめでとうございます。カラーデザインメンズ